皆様こんにちは。本日の動画はですね、もうすでに、キヤノンの EOS R7 で撮影しています。こちらのカメラをですね、実機を使って検証していくわけですけれども、もう発売前からいろんな方が YouTube に動画を投稿されていますので、もう性能がどうこうっていう部分はね、なかなかこう、今更やってもどうなのかなっていうところがあるんですけれども、もう本当にその検索して出てくる動画、下の方まで遡ってですね、いろんな方の動画を見ています。特に海外のレビュアーさんなんかは本当に、いろんな機種と並べて比較みたいな詳細なレビューとか、スタジオテストとかもやられているので、そっち見ればいいじゃんっていう話になっちゃうかもしれないんですけれども、私がレビュー動画に関するその持っている感想としてはですね、例えば今回手ブレ補正についてね、ちょっと手持ちでいろいろ検証してきたんですけれども、それについてもいろんな方が、多くの方があればあるだけ動画っていいと思うんですよ。例えば手ブレ補正のチェックをしましたっていう動画があったとしたら、例えば人によって設定しているその設定項目も違うかもしれませんし、その手ブレ補正を検証する状況とか、使っているレンズも違うと思いますし、本当にその一つのものを検証するにしても多くの動画があればあるだけ参考になると思うんですね。なので私も今回、今更なんですけれどもね、ちょっと手ブレ補正から検証していこうかなと思っています。で、手ブレ補正のお話なんですけれども、まず前提として一つ頭に入れておきたいことがあります。それはですね、私今回この EOS R7 につきましては、もういろんな動画で検証されている方が、IBIS、ボディ内手ブレ補正の性能はすごくね、性能がいいよっていうお話をされてますけれども、私の一番最初にお伝えしたいことは、まずはその手ブレを補正するという意味ですね。あくまでもその手で持っている時のブレを補正する、補うという部分ですので、あくまでもその歩いている時の振動をね、吸収するとかショックを和らげるみたいな目的のものではないので、今回私片手で持って歩いたりしてるんですけれども、歩きブレを補正するものではないので、そのあたりはちょっと頭に入れておきたいところかなと思います。手ブレ補正にも限界がありますからね。むしろもうその手で持って歩く、例えば誰かが歩いてるところをこう一緒になって歩いて撮るとか、何かそういう目的がはっきりとしているのでしたら、もうそこはジンバルを使うっていうのが一番ベストだなと思うんですけれども、あとは例えばGoPro なんかね、すごく手ブレ補正が優秀ですから、GoPro で済ませるとか、そういった状況によってですよね、本当に。そして今回検証した方法はですね、まず、ちっちゃい三脚を持っているんですけども、そのちっちゃい三脚をつけてですね、まずこう目の前にこう片手で固定して取り歩く。そして今度は逆に向けて自撮りをしながら歩いてみると。そういったやり方をやっているんですけれども、動画の、ボディ内手ブレ補正をオンにした状態と、あとはそこからさらに電子手ブレ補正を入りにした状態。そして、強に切り替えた状態、ストロングの方ですね。それも試しているので、なので3段階あるわけですね、この状況だと。で、今回使ったレンズが、今これつけているレンズなんですけれども、10-22mm のレンズなんですね。で、こちらはレンズ側に手ブレ補正が搭載されていないと。キヤノンの仕様を調べるとですね、レンズ側に手ブレ補正がついている場合は、レンズ側が有効になると、そういった仕様らしいので、ですのでこのレンズは手ブレ補正が入っていないため、ボディ側の手ブレ補正が有効になると、そういうところですね。で、10mm、18mm なんていうレンズもあるんですけれども、それも安いレンズであるんですけどもね、そちらレンズの方に手ブレ補正がついていますので、そのレンズを装着するとレンズ側の手ブレ補正が有効になるっていうことらしいですね。ちょっとつけたことはないので私も何とも言えないとこですけども、そういうことらしいです。ですので今回はそのボディ内テーブル補正がどれだけ効くのか、どんな感じなのかっていうところをね見てくださればいいなと思うんですけれども、やはり動画の手ブレ補正をねオンにすると、気になるのがその、背景の揺れとですね、あとはこんにゃく現象と呼ばれているもの、背景がふにゃふにゃふにゃってね動く現象、それがどれだけ抑えられているのか、そして手ブレ補正のモード設定によってどれほど抑えられるのか、そういったところもちょっと見ていただければなと思います。やはりそのこんにゃく現象っていうのは避けられないものでですね、振動があるたびに背景がふにゃんふにゃんってねちょっと動くんですけれども、もう本当に先ほど言った通りですね、そもそもが歩きながら撮るっていうね用途でデジタル一眼カメラでね撮るのは、結構厳しいので、ここではこんな綺麗な景色ありますみたいな感じでちょっと歩いたりとかね、そんな用途で使うのがいいかなと。その用途で使うにしてもどれだけ効くかっていうのを先にちょっとお見せいたしましょうか。ではどうぞ。はい、この設定は、ボディ内手ブレ補正をオンにしている状態で、電子手ブレ補正をオフにしている状態で今手持ちで歩いています、揺れいかがでしょうかね。画面で見るとだいぶ収まっているように見えるんですけれども、いかがでしょうか。電子手ブレ補正入りと強と2段階あるんですけれども、入りの方にしてます。弱の方ですね。それで手持ちで歩いています、いかがでしょうか。電子手ブレ補正を強にしてボディ内手ブレ補正と、同時に使用しています。いかがでしょうか。ちょっと、GoPro と同時に持ってるので持ちにくい体勢で、結構手がプルプルしてるんですけれどもね、揺れ方いかがでしょうか。ちなみにレンズは10-22の、EFS レンズです、はい、今片手で、R7 片手で GoPro を持って歩いています、動画の電子手ブレ補正強にしてあるのでだいぶ画角がクロップされていますね。これ10ミリの画角なんですけれどもね、電子手ブレ補正をオン、入りの方になってますね。電子手ブレ補正弱い方ですね。それとボディ内手ブレ補正と同時に使っています、GoPro と比較していかがでしょうかね。風が強いんですいません。風が強いんで声が、お次の設定は、電子手ブレ補正をオフにして、ボディ内手ブレ補正がオンになっています。そして、片手で GoPro 片手で R7 を持っています。かなり片手で前に手を伸ばしているのでプルプルしているんですけれども、はい、それでは戻ってきました。映像をご覧になっていかがでしたか？私の率直な感想としてはですね、3つのモードを試したわけですけれども、まずはじめにボディ内手ブレ補正のみ、IBIS のみの設定ですと、ちょっと、振動がね、歩くたんびに、背景がふにゃふにゃんって動いてたのがね、結構目立ちましたよね。あの状態の動画ですと、ちょっと見てるとね、気持ち悪くなっちゃうかなっていう感じがするので、私はちょっとあれはなしかな。そしてお次に、電子手ブレ補正を入り弱の方にして、撮ってみたんですけれども、あの状態で、前を向いてね、こうやって片手で持ってたんですけども、そしてカメラを逆に向けて自撮りで、撮ってたんですけども、その映像を見る限りですと、私の個人的な意見ですけれども、例えば観光地で、綺麗なお花畑が広がってますとか、あそこにひまわり畑があって綺麗ですみたいな感じでちょっとね、持って歩くぐらいだったら、私だったら全然あの映像は使えるなって思いますね。確かにその歩いてる振動によってちょっとね、背景がふにゃふにゃって動くのはわかるんですけども、電子手ブレ補正を入りにするとだいぶ抑えられてるなっていう感じがしますね。そして3つ目なんですけれども、電子手ブレ補正を強にした状態。あれもかなりね、揺れは抑えられてはいるんですけれども、ちょっとね、画角のクロップが大きいので、例えば自撮りなんかしながらね、こちらがお花畑ですみたいな感じでこうやって撮ると、だいぶクロップされてしまうので、あの状態だと自撮りは厳しいかなと。でも揺れはかなり抑えられているので、前を向けてこうやってゆっくり歩くような撮り方だったら十分いいんじゃないかなと。結論として動画を撮るときに、歩くなんていう考えがある場合はですね、ボディ内手ブレ補正オン、電子手ブレ補正もオンにして、歩くのが一番揺れが収まっているんじゃないのかな。もしその状態の映像を今ご覧になってですね、これでもちょっと嫌だなって気になるなっていう方はもうジンバルを使うしかないかなと。十分この手ブレ補正は優秀な機種ですので、これ以上はもうジンバルかなっていう感じですね。ちなみに GH6 とかパナソニックの機種とか、あとは OM1 とかの手持ち動画なんかね、アップされている方もよくYouTube にいらっしゃいますので、そういう方のをね、いろいろ私も見たんですけれども、十分そのくらいのレベルにはあるんじゃないかなと。あとは設定次第かな。設定次第、歩き方次第かなっていう感じがしますね。私は今回、結論として、その先ほど言った設定では十分使えるんじゃないかなと。そんな印象を受けましたね。というわけで今回の、検証、まずは手ブレ補正のお話ししてみましたけれども、いかがでしたか？私、SNS をやってますので、こちらの方に普段撮ったお写真投稿してます。ぜひ皆様、フォローといいねよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回はまた違う検証をやってみたいと思います。それでは失礼します。